さて、今週はですね、音楽プロデューサーの小林武さんにお話を伺います。武さんは一番最初に会ったのは結構前で、ただ武さんのこの活動はずっと見てたし、非常に興味があって、まあ当然あの農業のクルックフィールズっていうのもね、木更津の方でやってますけど、はい、そちらも行ったことがあって、ね、クルックフィールズこの番組でもご紹介しましたね。いや、この人の行動力というか、有言実行のこの力はすごいなと。確かに。でいつも思ってるので、やはりここは小林さんに話を聞かなきゃいけないだろうと、はい、ということで今回小林さんをゲストで聞きましょう。もういろんなお話伺えるの楽しみです。さあ、小林武さん、お知らせの後ご登場です。 Voices from 日本もの This program... 回線をつないでお話を伺います。もしもし、武さん。もしもし、はいはい、どうも、お久しぶりです。こんばんは、久しぶりです。ね、本当に。今までどう過ごされてましたか？あの、音楽作りとかどんな感じでステイアットホームしてたんですか？そう、あの AP バンクの流れで 2U をリモートでやったりとかっていうのはやってたんですけど、はいはい、まあ、予定されてたスタジオのでのやっぱりスタジオワークみたいなもの、レコーディングとかは一旦いろいろ伸びていて、まあでもその分、まあ、僕はその木更津の方でやってるクルックフィールズとか、うん、そういう一次産業の仕事っていうのはもうほら止められないから、そういうのをまあ、リモートでいろいろアドバイスしたりしてい、たかな。あとはでもやっぱり、ね、ここぞとばかりに今までこうちょっとやれなかったピアノを使っての何かこう、なんて言った、練習もそうですけど、楽曲作りだったり、あと前から弾きたかったような曲とか、そういうものを本当に弾けるようにしたりとか、かなり音楽好きになってたかもしれないですね。ちなみにどんな曲ですか？まあ、ドビッシーとかそういう印象派のものとか、バッハとかそういうの、コードワークをつけて、いわゆるコードプログレッション、コードアナライズっていうんだけど、ほら、五線紙に音符しか書いてないでしょ、普通に。はい、それをコードアナライズ、コードネームをいろいろつけていくことで、ちょっと自分流なんだけど、弾けるようになっていくっていうのがあって。そういうのまた耳でコピーして、例えばまたこうキース・ジャレットとかそういうのもすごい好きな曲があったり、スタンダードのそういうのをコツコツやってましたね。なんか面白そう。すごいこう J-Wave らしい話聞かせてもらいましたけど、全くわからない僕今の話で。でも武さん流にアレンジするバージョン聞きたい、ね、聞いてみたいけどね。実際はでもリボンアートフェスティバルって東北の方でやってるアートフェスティバルの方で、はいはい、なんか BGM for the art っていうようなあれで、去年とかもなんか不定期になんかこう僕が現れてピアノなんか弾いてますみたいな、そのアート作品のところでっていうようなことは、はい、やっていたんで、またこれクルックフィールズとかでね、多分いろいろその発展系とかもやりたいなと思ってるんですけどね。でもなんか今の話聞いてても、まあ、先ほどタイトルで音楽プロデューサー小林武史というふうに呼びましたが、でももう聞いてると何をやってる人が小林武史さんだろうっていうのがね。本当ですね。やはりこう音楽もちろんやられてるのは知ってるけども、僕なんかだともちろん好きな音楽もたくさんありますけども、やっぱり AP バンクを始めてからのその活動っていうのはすごいこう深くて、多岐にわたってきたから、ありがとうございます。こう小林さんの場合、その自分をこうどうバランス、当然こうウーロン社やられてて音楽もこうやらなきゃいけないし、AP バンクって当然非営利じゃないですか。はい。そう考えると、どっちをどっちへ持ってって、どっちをどっちしなきゃいけないみたいな、ごちゃごちゃしないのかなとか。そうなんですよね。でもまあ2003、もう3年だから、もう、ね、17、8年みたいな、17年か立とうとする、その AP バンクって作ってからっていうのが、やっぱりこうだいぶ僕の活動のあり方が変わってきたんですね。まあ、作ってそういう非営利の、まあ、お金はある部分を扱っていくっていうことだから、
責任もあるし、例えば AP バンク社長をやって収益があるとしたら、そのお金をどういうふうに、まあ、その社会貢献とか、まあ、大きいテーマとしてはサステナブルという目標がもう2003年の段階で あったんですね。あ、もうその段階で最初からもうテーマがサステナブルだったんですか。そうですね、サステナブルということをがもう本当に一貫していて、まあ、実際温暖化のこととか気候変動のことっていうのもその当時もあったんだけど、どちらかといえば不幸にも本当にその当時言われていたことが もしかしたらそれ以上のスピードで、まあ、地球環境に影響を与えてきてるような状況ですから、なんか僕がだからその対比症に立ち上げた時よりもどんどんそのサステナブルっていうことの、まあ、重要性が高まってるっていう感じがして僕はまあしてるんだけど、だからまあそれに伴ってだからどんどんなんていうんですか、この掲げたこう活動がから抜けられなくなっていくっていうでも、なんかこうそれこそ2003年当時のサステナブルと言われることのサステナブルの意味と、例えば今17年経った後のサステナブルの意味って、まあ、当然変わってくると思うんですけど、なんだろう、その最初の当時始めた時に自分がそれこそクルックフィールズのような農業だったり、やることまで考えていらっしゃったんですか。いやいや本当にそれは思ってなかったことだったんですね、だから AP バンク2003年に作って、で2005年にその初めて AP バンクフェスをやり、はい、まあ、TOU というコンセプトソングを作り、で実践の場として、AP バンクの思い、まあ、これは事業としてですけどクルクっていうのを作っていくんですけど、今でもまあ都内にそういうオーガニック的なレストランをやったりとかやってたわけですけど、セレクト的なセレクトショップ的な感じをプロデュースしてるような感じに なっていたんです僕自体が。だからもう一つやっぱりこうなんていうんだろうな、僕が料理人だったらまた違うかもしれないけど、まあ、中田君みたいにこういろいろ本当にそのね、いろいろ全国歩いてって言ってセレクトしてくるっていうことは、まあ、そういう時間もそういうなんか熱量ではなかったから、セレクトっていうのはなくて、何かもうちょっと本当にそれこそ太陽光からとか土とかそういうことを循環していく命のありようみたいなものの場作りみたいなものができないかなと思ってたところに、まあ、その AP バンクフェスをやっていた縁で千葉の方にこう場があると、で、小林さんにぜひなんかそういう一緒にやれないかなみたいな話が出てきたんですよね。でそれがまあ、要するに農場ということで、初めて、でも最初にその話を聞いた時に、あ、なんかこうこれだなというか、つまりもうなんかそういうオーガニックレストランみたいなことやってたけど、もう少し僕はその根っこのところからの循環を、まあ、プロデュースするっていうことがやっぱり必要だろうと思ったし、ほらエピバックフェスとか1年に例えば3日間とか、すごい何万人も人が集まってくれるけれども、やっぱりこう腰をある程度、まあ、据える側面をちゃんと僕自身も持ちながら、そこにいろんな人の、思いがまた循環してってっていう長いスパンで考えられる場作りっていうのが必要だなって思った。まあ、プロテクトって本当にみんなのコロナ、ね、ウィズコロナの中でのやっぱりウイルスというものと付き合っていかなくちゃいけない、で、まあ、本当に僕ら以外にもいろんな方々が支援、されてますけど、医療従事者など、あとはエッセンシャルワーカーと言われている本当に現場に行かないとやっぱりこう行けない、職業の人たちとかにやっぱりマスクを早い段階で提供するというアイデアがありまして、でそれが僕らがリボアートフェスティバルをやった東北でですね、東北コットンっていうのが仙台の近くで塩害にあった、塩害って塩の害って書く
ですね、それで畑が全然、田んぼが使えなく、そうですね、米を作るのには適さなくなっちゃったところに、綿が、綿花が、比較的適しているということで、東北コットンっていうのをずっと続けていたんですね。AP バンクは応援する形で最初始まって、クルックがずっとこう、そうこうなんかディレクションするみたいな感じでいたんですけれども、その綿、今ほらやっぱマスク不足だった1ヶ月半ぐらい前だったからね、その綿を使って、AP バンクでお金を出して、それを、使っていきましょうということになったんですね。でそれとともに、その AP バンクとしてのすごい大事なTOYOUというコンセプトソングがあって、それを本当にリモートでですね、ミッシュの桜井君も含めてリレーしてですね、レコーディングして、みんなそれを画像でまるで一緒に奏でてるようにやったんですけどね、本当はせーので今の技術だったらやれないかなと思ったんだけど、若干5G のちょっと手前じゃない今だから、そうですね、5G になったら本当にできるのかもしれないですね、音の誤差がなくなるんじゃないかと期待してるんですけど、でこの特別バージョンの映像なんかもできて、そうだから、そう、それすごく結構長くみんな聞いてくれて見てくれているみたいで、やっぱりウィズコロナっていうのがなかなかね、今経済も回りだし、経済の蛇口も開け出したけども、一方でね、どこかでまたこう第二波の予兆みたいなことも感じながら、締めるやり方をこうみんなでそれぞれ工夫しなくちゃいけない、ね、だから結構それがもういろんな工夫をしながら、もっとこう開きたいけど思ったより思ったように開けない人とか、そういうような思いに、その TOYOU っていう曲の中に出てくる慌てなくていいよとか、頑張らなくていいよっていうような、だから本当に普通にみんな頑張ろうっていうよりも、本当に黙ってても頑張んなくちゃいけない状況になっちゃってると思うから、そういう意味ではなんかTOYOU や、プロテクト TOYOU というプロジェクトは本当にやれてよかったなっていう感じはありますね。そうですね、改めて本当にその震災の後に聞いた時は、そのもうその時の心情にすごく寄り添ってくれたし、今はまた聞くとまたね、今の状況で深い意味でね伝わってきますね。バンクバンド、はい、ウィッサリュー TOYOU Protect TOYOU バージョン、お送り。いやー、でもね、こう話を聞いてるだけでも、本当に竹内さんのこの動きの速さと深さはすごいけども、この AP バンクの実際のお金の集め方っていうのは、フェスをやればそのお金が行ったりするんでしょうけど、それ以外のこう寄付とかっていうのはどうなんですか、実際。ここのところはね、寄付を集めるということはしてなかったですね。東北の震災の時には、それをやりまして、僕らが拠出したお金も合わせて東北のいろんなところに、義援金という形で やらせてもらったり、あとはもう実際、そのお金を使ってってことではないですけれども、実際に、長いこと東北にそのボランティアの基地を作らせてもらって、それが縁でそのリブアートフェスティバルっていうようなことに繋がってったりはしたんですけどね。一般の方々のっていうのも、本当今回のウィズコロナの時もいろいろ話もあったんだけれど、例えばでもそれが音楽業界っていうふうに考えると、もうほらご承知の通りだと、皆さん本当にもうご承知の通りだけど、一番その音楽が厳しい状況でしょ。そうですよね。そうなんですよ。で、そこで困っていられる方もあまりにも多様で、しかもそれはミュージシャン
いやプレイヤーっていうだけではなくて、その、まあ、例えば照明の方とか、PA をやってる方とか、そういう会社も、本当にすごい多岐にわたっているものだし、なかなか逆に AB バンク、音楽があってできた、もちろん団体だと思ってるんだけど、チームだと思ってるんですけど、本当に簡単になかなかこう、やれるっていうものでは今でもなかなかないんだと思うんですね。だからやっぱり国に頑張ってほしいって本当にそこは思ってますね。なんかそういう声を上げていこうかと思ったんですけど、いやなんか話だけど第二次補正予算で随分急にわっとこうやるように今なっているから、だいぶ良く なるんじゃないかなと思ってますけど、手が差し伸べられてないミュージシャンとかもたくさんいるんで、まあ、もうちょっと本当にウォッチしていかなきゃダメだなっていうのは本当に思ってますけどね。でもやっぱり僕ももともとねスポーツ業界にいましたので、やっぱスポーツのパワーと音楽のパワーって人が集まることによりパワーって大きかったじゃないですか。はい。それがこう人が集まれない状況になった時に本当にこう次どこを目指してやっていくのかって多分両方とも模索を今してる段階だと思うんですよね。本当にそうだね。でもまだ本当スポーツの場合は例えば岡田君がサッカーやっててああいうのってこう今ねビデオで見てもこうなんていうんだろう、その技術なりパッションみたいなものって、その視覚を通してすごくやっぱり見えるところがあるけど、音ってやっぱりねその場のやっぱりその響きっていうのがどうしても画像を通してっていうのと、でパソコンとかそういうので見てるのとなかなか違うから、その本当に残念なことに音楽って特にライブハウスみたいなところって3密とむちゃくちゃ仲のいいものだから、本当にウォッチしてか行って決して捨て去ってはいけない文化だなと思いますけれども、なんとかこうか、ね、コロナの影響が薄れていくのを本当は待っていかなくちゃいけないんだとも思いますよね。まあでもなんかこれが 5G になったら画像だけじゃなくて音も全然変わりますか。それはそうだと思う。本当に新しいそういう試みっていうのは間違いなく出てくるし、あとはそれこそクルクフィールズとかでああいう場所でこう鳴らしていく音、まあ、クルクフィールズに限らずだけど、密閉するっていう感覚、密度をすごく高くするっていう音楽の流れってあったと思うのよ。クラブミュージックとかね、ものすごい圧縮してものすごい50年前とかにはなかった低音がドーンと出るとか、強い音が出るっていう方向に行ってたけど、もしかするともう一回そのなんていうんだろう、空気とこう混ざっていくというか、なんか他のものにこう響き合ってるような、まあおそらくそれほど大音量ではないような、だけど生の息遣いみたいなのが感じられる音楽みたいなものもまたこう見直されていくっていうのもあるんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。そうですね。まあなんかそう考えると、まあ、中でやるものではなくてもうすごい広いところでやるフェスの密にならないフェスっていう形だったらね、今でもできそうですもんね。そうそう、本当にそういう気持ちよさもあると思うから、やっと密集してる気持ちよさもあるけれど、そういうことはなんか僕としてはなんか むしろそういうこともいろんなミュージシャンとなんか分かち合ってなんかやったらいいなっていうのはちょっと思ってますけどね。そうですよね。それこそリボンアートフェスでもね、アートと音楽と、そして食ってそれこそそういう空間でしたもんね。そうね。どっかしらちょっと先駆けみたいなことはやってたような気がするんだけど、なんか食べながらやっぱりほら音楽が鳴ってたりとかさ、
ね、もちろんその、ね、何万人みたいなこともいいけれど、本当に数百人とかね、そういうような流れでもなんか、あ、その、この時間は本当に気持ちよかったなって思えるようなものってきっとあると思うんだよね。ありますね。それがなんかその、まあ、経済的にも成り立つような仕組みっていうのを考えたいなっていうふうにもちょっと思ったりはしてるんですけど ね、うん、ね。でもそんなの話ではちょうどクルックフィールズが、うん、まあ、ぴったりなんじゃないかなと思いますけどね。あそこ食もいいし環境もよく、泊まれるとこもできたらもう最高みたいな。うん、別にあの本当にあのコロナに乗じて何か言うわけじゃないんだけど、うん、でもね、やっぱりあのそういう音楽を鳴らす あれでもいちいち全部こうゼロから作って終わったら鳴らしてっていうことをやるのって相当負担が大きいから、うん、もうなんかスイッチ入れたらなんかかなりのいいこう音量のものも出せますみたいなものは原から作ろうと思ってたりしてたのね、うん、だから、まあ、今はまだもうちょっと出来上がるみたいな感じですけど、あのそういう、あとはなんかクイズのような広大なところにスピーカーをいろんな形で土にこうあの埋め込んで何十個か、うん、そういうこうちょっとアンビエントミュージックみたいなことと、うん、なんか新しい音楽の経験みたいなことも僕自身もちょっと興味があるんだけど、まだちょっとできてないけど。面白いんですね。大地から音が聞こえてくるっていう感じですか。そうそう、そういうことを実は、まあそれはどちらかといえば音のなんか現代アートのなんかこうインスタレーション、近いの音のインスタレーションみたいな感じかもしれないけどね。でもあそこはね、もうすでにアート作品もありますしね、クルックフィールズは、うん、そうですね。なんかやっぱその命のことって、まあ、自然の中で 僕らも本当はあの自然の一部として命がこう生まれているわけじゃない、この地球には。だけど自然のことを思うと本当に地球にいる僕らもこの圧倒的に大きい宇宙の中のなんていうのどこかの一部に僕らもいるわけで、その全てを僕らがまだまだ感じたり分かったりすることはおそらくできないんだけど、まあその感じる部分をなんていうの、その想像力の中で補っていくっていうようなことができるのがやっぱりアートなんじゃないかと思っていてですね、当然その有機農業とかやってれば微生物とかそういうものがいろんな役割をしてくれてるわけで、そのミクロみたいな世界も僕らはちゃんとまだ分かってるわけではないんだけど、そういう思いも含めてアートや、まあ、アート的な音のあり方みたいなことでこうちょっとこうなんていうんだ、なぞってみるというか、そんなイメージはあるんですけどね。小林さんがこうやって話してることが言ってるだけじゃなくて、すごいやってるのは僕はやっぱクロックフィールズ行った時にすごい感じたし、しかもこう農業っていうと結構泥臭くてきつくてって感じがするけども、それをこう建物もかっこよかったり見せ方がかっこよかったり環境が綺麗だったりするから、なんかこうスッと入ってくる。で実際に、まあ、あの行っていろいろ食べさせてもらったんだけども、うん、いや水牛のモッツァエラ日本でこれ食えるんだとか思った時に、やっぱりモッツァエラをね、水牛をね、うん、ちゃんとそこへ持ってきて本当にイタリアのように作ってるわけ、うん、あ、なんか覚えてる、美味しそうにね、いやあんな美味しいモッツァエラ日本産で食えると思わなかったですよね、うん、いやいや本当にあのね、まあ中田君とかあのあれだけ日本で頑張って本物を作ろうとしているっていうことをすごくあのそこに光を当てようとしてるくれてると思うんだけど、本当にあのそれをやっている竹島という男がいてですね、その水牛のモッツァレラ、あのでもあのものすごい彼の情熱とかそういうことがあのチーズ作りにもちろん生きてるんだけど、なんかねその水牛自体があんまりこう
このサステナビリティの時に いつも思うことだけれど、ほら経済のお金の合理性のためにいろんなものを端折っちゃったり、うん、農業だったら例えば、まあ、在来種とかはこうすごい癖が強いとかいうことからどんどん品種を改良してって、あのまあ穏やかな味にするみたいなね、そういう傾向がすごくあったと思うけど、個性がやっぱりあの削ぎ落とされてしまうっていうことも、うん、あの一方ですごい弊害としてあったと思う。そうですね。なんか、うん、だからそういうものをもう一回、まあ、それが本物っていうことだとも僕はあのかかってくるような気もするんだけど、いや水牛っていうのもほら例えばホルスタインとかああいうふうにあの成長っていうか品種改良で成長してて乳量が多い、牛に比べたらもう全然少ないんですけど、うん、なんかそういう品種改良の中で取り残されていくんだけど、そこにはものすごい本物の、うん、しかもそれをモッツァレラチーズ入れるとなんかやばいってい こう個体なのに、その液体としての乳の感じとのもうギリギリみたいな甘みとなんかこう爽やかさがあるみたいなものなん、うん、そういうような気がしてるのね、うん。ちょうどたけしさんにこの番組あの日本物をお届けする番組ですけども、たけしさんの日本物って何ですかって聞こうと思ってたんですけど、あ、うん、何ですか水牛以外、まあ、でもなんだろう、あの、まあね、いつかこう個別にこんなこういうものこういうものとかあるけれども、うん、最近で言うとそのまあちょっとした僕の中で、僕もちろん湘南の方とかも結構好きで、若い頃葉山とか鎌倉とか結構居場所にしてたんだけど、うん、あの北海道になってから房総半島っていうか、まあ、アクアラインができて、その房総半島特に内房のなんか魅力っていうのに結構今惹かれてましてですね、もともとほら海が好きだって、海とか泳ぐことが好きだって、スーパーダイビングが好きとかいうのもあって、あの北海道の近くの富津っていうところにちょっと、はい、あのなんか最近いることが多くてですね、うん、でそこの近くに、魚好きの人は本当知っている竹岡っていう漁港があるんですよね、はい、だからこうなんかそういう日本のその房総に、もう京都の例えば美味しいあの料理屋さんとか行ってもこう千葉房総竹岡みたいな感じで出してくれるぐらい、まあ、結構名前は本当知れ渡ってるところでしたけど、日本の本物って言えるんじゃないかと思うんですけど、そういうものと最近出会ってですね、だからもうちょっとまた中田君にそういうことに合いそうな日本酒を教えてもらわないかと思ってるぐらい。いやでも武さん、僕ね、実は僕が東京で一番美味しいと信用している寿司屋さんに紹介されて、うん、富津に海苔をね、漁を見に行ったことがあって、へえ、朝行ってね、ちゃんと海に出ながら漁をいろいろ見させてもらったりしながら、やっぱあの辺って本当に海の幸がいいみたいですね。なんかね、竹岡っていうのはちょっとこう甘い金が深いところもあるんだけど、うん、ちょっと大地みたいになって、なんかね、のんびりこう休めるみたいなところがあるみたいで、そこで魚がこう少しこう脂肪をつけるっていう話は聞いたことある。なんかほらあの黒潮とかそういうのが出会って揉まれる、身が締まるっていうのとまたちょっと違う、こうなんか油のいい感じのなんか乗り方だっていうのは聞いたことがあるけどね。でもそのもちろんその深いところの魚もひょっこりそこに現れたりしたり、でもやっぱりそうなってくるとやはりクロックフィールズに宿がちゃんとできた時に泊まりに行きながら朝行くといいですね。そうなんだ、そういうのいいよね。これからの活動どういう、もうどん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 展開されてますけども、またでも来年ほらあの3回目なんですけど、リボンアートフェスティバルが、はい、本祭が来年、まあ、あのもちろんコロナのことがあるから多分本祭は秋になると思うんだけど、そのプレイベントみたいな形で年が明けたら
あの一回そのプレイ作品みたいなのを作ろうと思ってるんですけど、つまり来年年が明けた3月っていうのは 10年目になるんですよね。あの時代から確かにそうなんです。もう10年なんですよね、だから何かそのなんていうんだろう、あの時にものすごい、まあ、僕なんかも本当にその被写機入ってって生き残ったっていうか、九死に一生得たような漁師さんたちが、なんかでも生きて漁師をやってた意味が分かってるような気がしたんだよねってすごい言ってて、でいろんな人たちがその命っていうことを媒介にものすごいその 利己的じゃなくて利他的なムーブメントってから起こってたっていう感じがすごくあるんだけど、なんかねみんなでもしばらくするとなんかねって薄れていってるんだよねってすごい言ってて、それが一体薄れていく人たちが悪いのか、なんかそういう風に元に戻す力がまだこうに問題があるのかみたいな、すごい感じてはいるのでね、なんか10年そしてコロナと今やっている時になんかいい作品、まあ僕とかだけじゃなくてですけど、来年のリボンアートフェスティバルはちょっとその楽しみですね。なんか大事なことだなと思ってるんで、はい、でもなんか食のこと含めて日本酒もあれだけど、ぜひぜひ声かけてください。ぜひ一緒に何かやりたいので、ね、ぜひやりましょう、楽しみにしています。今日はあのお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、いやいや、まだまだお話を尽きないんですが、今日はこのあたりでまたいろいろと教えてください。はいはい、よろしくお願いします。はいはい、どうもです。J-WAVE Voices from 日本もの、今夜は中田英寿さんと一緒に J-WAVE のスタジオからお送りしました。いや、音楽プロデューサーの小林武さんってご紹介したけど、うん、もう農業の話とか多かったですね。まあだから小林さんは、うん、なんかね、僕今こういうのもあれですけど、自分に似てる匂いを感じ取るというか、うん、僕もこう好きなことがあったらどんどん入り込むたちで、うん、それがサッカーだろうと、まあ、こういう伝統工芸とか農業とかだろうと、好きなものはずっと入るんですね。確かに。で、小林さんも音楽はもちろん大前提としながらも、好きなことをずっとやり続けて深掘りしていくタイプなんだろうなっていうのが、こう活動から見えて、まあ、ちょっと似てるのかなって気がする。似てるなと思いましたね、うん、聞いてて面白かったですもんね。だから多分、まあ僕もそうなんだけど、一応その方向性は向かってはいるんだけど、でもその場その場に応じてどんどん動きが変わるっていう感じが、たけしさんもすごいするし、はい、だからこの先も何をやるのか読めないけども、うん、でもとりあえず来年のリボンフェスティバルは行きたい。行きたいですね。なんか2人のコラボが実現しそうな気がしますね。いや、しかも、山形出身で、僕山形には毎年まあ4回5回ぐらい行ってるんで、あ、山形だったんだ。そう、あのクルックフィールドもね、行ったことあるの。レジェンド行けてないんですよ。いや、これ、ね、すぐ行った方がいいし、本当に一つ一つのものがね、食べ物美味しいますから。で、確かもうちょっとしたらその宿なんかもできてくるんじゃないかな。嬉しいですね。行きます。美味しいものがあるとなれば絶対に行きたいです。皆さんもぜひ。さあ、番組では感想やメッセージも募集しています。番組サイト内のメッセージトゥスタジオからぜひ送ってください。では今夜はこの辺りでお別れです。ナビゲーターはレイチェルちゃんと中田英寿でした。 Bye for now。 Voices from 日本もの。This program was brought to you by エビスビール他。